海と日本。鹿児島市の川上小学校です。夏休みを前に着衣水泳の授業がありました。洋服を着ている状態でもし海や川など水の中に落ちてしまったら、どのようにして自分の命を守ればいいのか、それを学習するのが今日の着衣水泳です。子どもたちは普段着のままプールに入ります。すげえ変な感じだ。じゃあ次ちょっと一回泳いでみようよ。よーいスタート、泳いでみよう。服を着たままの状態で泳ぎます。水着の時とはどう違うのでしょうか。いつもより重くて進むのが遅くなった。服が水を吸って重くなり、なかなか前に進みません。こんな時どうすればよいのでしょうか。不意に落ちた時に、あ、やばい、泳いで助からなきゃってしたら、君たち泳げなくて服が重いからね、命が助からずそのまま海の中へ沈んでいってしまいます。じゃあどうやったら助けられるか、はい、読んで、せーの、浮いて待て。そう、浮いて待つのがいいんだって。体を浮かすことで助けを待つことができます。体の力を抜いて仰向けに大の字になり、浮いて助けを待つ方法を学びました。また空のペットボトルが一つあれば抱きついて浮くことができることも体験しました。あのバランスが取れなくて、すごい難しかったです。こんな体験もできたので、海で溺れてる人がいたら助けたいです。今後海で遊ぶ機会があるので、もし海に溺れた時は着水泳を思い出して助かります。普段と違う状態でプールの中に入るので、いつもとどのような違いがあるのかをまず感じること、どうすれば命を守る行動ができるのかを学ぶことが目的です。安全への備えをしっかり身につけて、海で楽しく遊んでほしいと思います。海と日本プロジェクト in 鹿児島は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環として行っています。